さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。しゃあ授業終わった、ふう。授業終わっただけでその喜び方すごいわね翔太くん。てかさ、みんな見てよ、最近他部署使ってないからかわかんないけど、これ座った瞬間さ、僕座れないんだけど。草ねえねえ翔太くん、ひな祭りって知ってる？ひな祭り？何それ、聞いたこともないし知らないし知りたくもないから、その話やめよう。ああ、嘘だよみおちゃん、ひな祭りでしょ、知ってる知ってる。それちょっと振りかざすのやめて。でもさ、ひな祭りって確かにちゃんとした意味は知らないかも。なんか人形が並べられてるイメージあるけど、ひな祭りはいつも3月にあるでしょ。その昔、貴族のままごとの遊びがひな人形で女の子の幸せを願うっていう行事に変わったそうよ。つまり私みたいな女の子にぴったりの行事ってこと。なんか今日のみおちゃん、口元にご飯粒ついてない？それでね、今空き地の方でひな祭りにちなんだ映えスポットが用意されてるの。つまり今からそこに行ってみんなで写真撮りましょう。ぶっちゃけそれって何が楽しいのって思ってないですか？早く家に帰ってゲームしたいとか思ってないですか？そこのところの心の心境を教えてください。そんな僕はみんなで思い出作りたいと思ってるよ。ていうかこのマイクマジで入ってるんだ。翔太、めんどくさがってないで早く行こうぜ。いいじゃねえかよ、写真撮るくらい。そうよ、私と翔太くんはこれからいくらでも写真撮れるけど、みんなとの写真は貴重でしょ。みおちゃんとの写真もそんなには。翔太くん、またみおちゃん魔法使おうとしてるよ。みお選手、今のお気持ちは？いいから早く行くわよ。さあもうちょっとで着くわよ。なんかやけに楽しそうだな。すがちゃん、押してもらってごめんね。あ、見えてきたわ、あれみたいね。みおちゃん、なんかあれマクドナルドのフライドポテトに見えない？やめなさい翔太くん、ムードがぶち壊しでしょ。早く行こうぜ、今人いないみたいだし。そうね、行きましょう。何がそんなに楽しいんだか。っていうか登れてなくて、草、双葉ちゃんが登れてんのなんか意外だな。結構大きいんだね。じゃあ適当にみんなで並んで遠目から誰かに撮ってもらう？ねえねえ翔太くん、私と翔太くんは一番上でひな人形の男の人と女の人やりましょう。やだやだやだ、したくない。ほんと仲がいいよね。おい、みおちゃん早く。一番上まで登るの大変ね、みおちゃん。ほんとね、こんなに高いから登るの大変だわ。とうとうこういう場面でも魔法使うようになったんだ。めっちゃ可愛いじゃん、子供たち似合ってる。ちょうど人が来たわ、すがちゃんかともくんにお願いしてもらいましょう。美しき JK のお姉さんたち、僕のスマホで写真を撮ってくれませんか？願わくば連絡先も。何一番上からわざわざ降りてんのよ。でもさ、実際のおひな様ってどんな人なんだろうな。やっぱりすごく綺麗な人なのかな。さあな、どうなんだろうな。でもそんなに綺麗な人なんだったら、俺がおひな様の旦那さんになりたいけどな。おいおい、またそんなこと言ったらみおちゃんに怒られんぞ。本当に？え？今なんだ、気のせいか、誰かの声がした気がしたんだけど。さあ起きて、迎えに来ましたよ。誰？不評、綺麗なお姉さん、なんか見た目変わってるけど。さあ早く祭壇に戻りましょう旦那様。わかった、もしかしてこれ夢の中？今日ひな祭りのスポットで写真撮ったからかな。どうせ今日も翔太くん寝てるんでしょうね。翔太くん、おはようって、あら、いないわね。もう久しぶりに家の中を探し回らないといけないパターンね。翔太くん、翔太くん、おかしいわね、今日は全然見当たらないわ。もうめんどくさいわね。あら、近くでスマホが震えてる音がするわね。どこかしら。これは翔太くんのスマホ？
ありえないわ。だって翔太くんいつもスマホいじってるもの、半分スマホ依存症みたいなものよ。もしかして何かに巻き込まれた？お姉さん、なんだか顔が昨日見た時となんか違うけど。どうしてこの顔じゃダメなの？あなたが言ったんでしょ、私のそばにいるって。いや、それはその場のノリというか。嘘つき。嘘つき。あー、ごめんなさい。待ちなさい、ひな人形さん。お会いに行く様、翔太くんは私の彼氏よ。ふざけるな、私はお代理様がいないの。私のお代理様を返せ。まずい、早いですわ、呪文を唱えてる暇がない。ミオちゃん、やめろ、おひな。あなたはお代理様？待たせてすまなかったな。ここに降りてくるまで少し時間がかかった。さあ、私と一緒に行こう。ここはもう私たちが生きている世界ではない。私ずっとお待ちしておりました、お代理様。迷惑をかけたな、少年少女たちよ。人も人形も皆大切にしてやれよ。あれ、祭壇が消えちゃった。きっとあのおひな様は旦那様、つまりお代理様を待っていたのね。なんだ、そういうことか。余計なこと言わなかったらよかった。翔太くん、いくら相手が人形だからって浮気は浮気よ。私許さないからね。いや、だってまさかこんなことになるとは思わないでしょう。どうやらミオちゃんはアニメキャラとか人形にも嫉妬するタイプだな、こりゃ。いや、マジで大変だったよ。まさかひな人形に襲われるなんてな。翔太、何でもかんでもナンパするもんじゃねえぞ。さすがに俺だってまさかあんなことになるなんて思わなかったよ。トムも気をつけろよ。どうせお前寝る前とかに人形に向かっておやすみとか言ってるタイプだろ。そんなわけないじゃん。僕男の子だよ。めっちゃ動揺してんじゃねえか。つうか、なんで2個あるんだよ。はあ、翔太くんたちにはさすがに言えなかったけど、僕いつも枕元に置いてあるお人形さんにおやすみとか大好きって毎日言ってるんだ。立花トムくん、いつもありがとう。え、今日は私が添い寝してあげる。こんな人形持ってない。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。